はい、またまたジオパーク秩父とね、この先に洋化けっていう変な名前のところがあるんですよね。そこ行ってみたいと思います。崩れやすく巨大な落石が川を越えることがあります。今日は化石科学館はお休みみたいですね。はい、この先洋化けちょっと時間かかるんで一旦切ります。はい、山の化石、山の神古墳で、これこの膨らんでんのが古墳なのかな。ちょっと気になるんで先にここから見ましょう。うん、これっぽいですね。あ、ほっこらがありますけど、これが古墳の上ですかね。他にそれっぽいのないんで、多分これだと思います。よいしょ。石、すごい、50万円、25万円、安月、アインシュタイン35万円、見てはいけない28万円。どういうこと？工場がありますけど、工場の脇を通ってこう降りていけば洋化け。見えてきましたね。このすげえ崖が洋化けですね。こっちはでかい。ここ
ここは来やすいですね。駐車場も完備してるし、遊歩道も比較的しっかりしてるし、はい、国指定天然記念物ヨウバケ。日に当たるとすごい綺麗なんですね。太陽の当たる崖がヨウバケの由来だそうです。斜めになってるんですね、地層が。これが急に急激に斜めになった。こっちは45度ぐらい。
この辺が崩れちゃってます。失礼しました。はい、じゃあ一旦戻りまーす。